我々の心は二つの大きな病気を持っている。一つは世代を超えて復讐心を伝えていく仕事。そして人々を個人として見るのではなく、集団としてのレッテルを貼りたがる傾向じゃ。確かに君らの理想は何世紀にもわたる憎しみの連鎖を一時的に断ち切ることには成功した。だが理想が作り上げた平和主義を唱える集団はいかなる意見の不一致をも許さない。その結果どういうことが起こっているかは分かっていると思うが、やつの話じゃったな。ナンバーワンだったよ。予想以上だった。いかなる障壁があっても彼は諦めることを知らない。
彼の名前。そう。あれはわしが考えた名じゃったな。Heero Yuy。はったりにしても良い名だったとは思わんかね。Shit.